5波35系客車旧型客車とは、日本国有鉄道の客車のうち、中継以前に制作された客車の便宜的な故障である。9系客車とも表記する。略して、旧客。在来系客車、一般系客車とも呼ばれ、その呼び方から一般型に分類されることもあるが、正式な意味で分類されるものではない。10客車、9系客車とは、 編成単位で使用することを基本とする新系列客車と呼ばれる20系以降の客車との対比で使われた故障である。国鉄の現場で便宜的に使われた用語であり、もともとは在来系客車と呼ばれていたが、広く浸透しなかった。20系と同時期にモハ90系を筆頭とするカルダン駆動方式の電車が登場し、1959年に、 改正された車両を称号規定ではそちらは101系などの3桁の形式番号を与えられると同時に新性能電車と呼ばれるようになり従来の吊り掛け駆動方式の電車は休憩電車と記載されるようになった一方10系以前の客車に関しては当時の車両称号規定にそのような故障は存在せず自然発生的に使われたものと推測される 正式な故障ではないため、厳密な定義は存在しないが、強固な大枠に強度を負担しない車体を乗せる、在来広報による、スハ43系以前の客車のこととする場合があり、重軽客車はその近代的な構造、外観、内装から、軽量客車と呼ばれ、寝台車や郵便車に関しては20系以降の客車と、 並行して製造が続けられたため、休憩客車の範疇から外されることもある。しかしながら、重系客車もスハ43系以前の客車のシステムを踏襲しており、実際の運用でもスハ43系以前の客車と混用されたため、重系客車も休憩客車の一種である。また、包摂される車種、形式が極めて多く、 同形式でも使用の相違が甚だしく雑多であったことから雑系客車と呼ばれることもあるが雑系客車とは国鉄の標準設計によらない客車を意味するものであり国有化から重軽までの客車を雑系客車と呼称するのは誤りである旧型客車の室内ドアは手動ドアでブレーキ装置は自動空気ブレーキを基本とし電源は 車輪と結ばれた車軸発電機から供給している。また、最高速度は時速 95km に制限される。一両単位で管理されているため、中継以前の客車同士であれば、編成の蘇生に対する制約が小さく、列車ごとに編成順序が決められているため、列車の性質上、最高尾に、緩急車や展望車を連結する必要がある他は、 20系以降の客車以外であれば、編成の蘇生に制約を受けず、形式を問わずどのような組み合わせでも連結し、一つの列車として蘇生して使用することができるようになっている。20系以降に製造された客車については、編成単位で使用することを想定しているため、根結することはできないが新系列客車をまとめて、蘇生することを条件位に並結することもできる。 2 0系との並結には制約があり、暖房の使用に際しては、旧型客車側へ暖房装置を備える機関車側に並結する必要があった。1 2系客車との並結では、在来車と並結するために、蒸気暖房及び電気暖房の引き通しを装備しており、機関車と旧憩客車の間に1 2系客車が連結された場合であっても旧憩客車への 暖房供給が可能となっている。50系客車は、旧型客車と同種のシステムを踏襲しているが、自動ドアを採用し、車掌室、業務用室から、自動扉を一括操作することから機関車から、元空気ダめ管を介して供給する必要があるため、50系客車を、機関車時に連結する必要がある制約があった。暖房装置は、基本的に、蒸気暖房で、 蒸気機関車や蒸気発生装置を持つ機関車、暖房車から熱源を供給する。東北、北陸地方で使用された車両には、電気暖房装置を備える、電気機関車から暖房用の電源を供給できるようにした車両もあり、当該車両には、現場に2000が加えられる。冷房装置については、寝台車やグリーン車、食堂車、郵便車では冷房装置を、 製造時から装備し、または冷房改造した車両もあったが、改造及び運用に際してのコストが大きく、冷房供給用の電源として、発電機及び燃料タンクを備えなければならず、グリーン車や郵便車に至っては、低屋根化して冷房化したため、大掛かりなものであった。3等車2等車、普通車に関しては、潜在復旧車である70系客車が、 ロングシートで製作された他は、デッキ付きの2ドアクロスシートで製作されており、独立した便所と洗面所を備える。定員重視で製作された60軽客車の普通車を除いて、幹線の長距離誘導列車で使用することを前提に設計されている。なお、この接客設備は後に登場する、急行系車両にも受け継がれている。一貫して、 特別急行列車へ使用することを前提とした展望車などを除いて種別ごとに使用形式を限定していないが優等列車には常に経年が浅く状態が良い車両が優先的に投入され普通列車には70軽客車と60軽客車優等列車への後継車の増備や置き換えで年出された中堅車や経年車が使用されたこれは 国鉄時代の客車に対する考え方にもよるが、客車の申請者は、優等列車への投入を優先し、普通列車用の客車の製造に消極的であったためである。このため、旧型客車には、急行型や一般型といった明確な用途分類を定めていない。1960年代後半以降は、定期急行列車への運用は原則として、 近代化改造を施行した車両と10系客車に限定して運用していたが、臨時急行列車にはそれ以外に、ランクの劣る中堅車や、経年車、60系客車、ロングシート改造車が充当されることもあった。急行列車への運用は、中高列車が起動車、電車化された後も、夜行列車においては依然として、旧型客車が使われていたが、1970年代頃から、 近代化を図るために1 2系や1 4系による置き換えが開始され、1982年までに定期運用を終了した。普通列車の運用も1990年の和田、三崎線を最後に運用を終了している。2019年4月1日時点では、事業用車親3 1系1両を除いて、北海道両客鉄道に、オハフ33型1両、 スハ十三系四両、東日本旅客鉄道にスハ十三系五両、スハフ十二系一両、オハ三十六系一両、西日本旅客鉄道に巻いて四十九系一両が在籍し、もっぱらイベント用として使用されている。その他、大井川鉄道では、SL 休校用にオハ十五系七両、スハ十三系八両、を加えて、 日本ナショナルトラスト所有のスハフ43型2両、オハに36系1両、津軽鉄道では、オハフ33型1両、オハ46系2両が使用されている。旧型客車は、時代とともに変化し、後継者が登場すれば当然陳腐化する。終戦後以降、陳腐化に対処するための改造工事が行われた。 新生児に近い形に修復する工事で1949年から更新修繕工事が施行が開始された。当初の目的は終戦後に荒廃した車内設備を戦前の状態への復旧と連合軍に摂取された客車の復元工事が目的であった。なお、この工事は一度施行された車両も約90ヶ月程度で再度受けることになっていた。改造内容は 次の通りである。などが挙げられる。重軽客車の登場後はそれ以前に製造された、客車は陳腐化するようになり、見劣りしてきた。対策として、1955年度から近代化を目的とした更新修繕が開始された。なお、この改造は、後の近代化改造に受け継がれることとなる。 オロ35型を皮切りに特別2等車から優先的に改造された。改造内容は以下の通りである。などが挙げられる。1959年度から1960年度には3等車であるスハイ42型も対象となった。改造内容は蒸気の他に重軽脚車と同タイプの座席に交換した。これにより軽量化も図られ、 改造を受けた車両は、オハ36型となった。ほぼ同時期に、オハ61型を二等車への格上げ改造した、オロ61系、オロフ61型が登場し、改造時に更新修繕も行われている。1963年からは戦後製、オハ35系と、スハ43系を中心に更新修繕が行われるようになる。これ以降、 更新修繕を受けた車両は近代化改造車と呼ばれるようになり、1966年度までに急行列車で使用する車両を対象に施行された。改造内容としては二等車と、スハ42型で行われていた更新修繕を基本的に踏襲したが、コスト削減のため、窓枠とデッキ扉はできるだけ在来品を使用し、座席は灰色8号で塗装され、 蛍光灯科は台座を活用して、関係の蛍光灯を取り付けた。高耐化改造車は、対象外であったが、優等列車用として製作されたオハニ36、型については、少数ながら近代化改造を受けた車両がある。1964年以降に施行した車両は区別の、ため青15号に塗装された。1970年度以降は、研修や、 管理方法が変更され、旧型客車については、必要な改良を加えることで、検査回帰を延長可能とする体質改善工事が行われるようになった。試行車両には T マークを表記した。前述の近代化改造との違いは保守の合理化を目的としたものであったが、長距離列車で使用することを前提とした車両については、 車内設備の改良も行われ、窓枠のアルミ差しシか、室内灯の蛍光灯か、内張りの塗りつぶしなどが挙げられる。ありがとうございます。